よしよしよし、お疲れです、今日はお土産、はい、これ何、これ訪問着、はい、と富里もこれやり方な、一緒です、一緒、あ、一緒な、本結びは同じやり方です。あ、ま、本結びって 何の着物に使う、振り袖も使うし、あ、そうなんや、うん、あ、ほんま、小紋も使うし、あ、ほんま、何でも使います。はい、というわけでこれちょっとやってもらいます。はい、はい、お願いします。はい、はい、それではオープニングスタート、よいしょ。はい、では帯揚げを結んでいきます。後ろからくくってあるものをほどきます。で、まずは自分の左側からきれいにしていきます。まずは帯の面を借りてピンと張ってきれいにします。で、このまま内に折り上げます。で、根元もきれいに半分に折ります。そのまま上から落とします。後ろも上から半分に折ります。で、帯の面を借りて留めておきます。反対も同様です。後ろからきれいに帯の丸みを借りて、ピンと張っておきます。で、まず下から上に半分折ります。根元も下から上に折り上げます。次は上から下に折ります。根元も一緒です。半分に折ります。で、このままピンチを外して右が上になるように持ちます。このまま回転します。で、ここが崩れるのでここで綺麗にもう一度整えます。ここの部分が俵になりますので、この真ん中が正中線上に合わせてください。で、このまま帯と伊達の中に入れていきます。では帯をしごきながらこの中に入れていきます。はい、ではキレキレしていきます。まずはここの俵の部分はまっすぐです。で、俵の真ん中は正中線上にちゃんと来ているか確認してください。で、ちょっとだけ向こうに落とします。で、このままここからこういう感じで綺麗に上がるように整えていってください。今日もお疲れ様でした。ありがとうございました。はい、今日のポイントは、今日は、はい、綺麗にするためにちゃんとここの帯の側面に乗ってテンションをかけてきたりとかっていうことも、うん、すごい大事ですし、
まあ綺麗にここもね俵にするには綺麗に生地をあの布目を揃えてね、うん、持ってくることも大事だと思います。はいはい、そんな感じで、はい、ちょっとね今日コンパクトにまとめましたけど、はい、はい、皆さんまたぜひ練習してみてください。はい、はい、というわけで終わりましょうか。はい、それとめさんお疲れです。ご視聴いただきありがとうございます。ぜひチャンネル登録いいねお願いします。2020年より着付けのセミナーもバンバンやっていきますので SNS のフォロー、新着情報のチェックもよろしくお願いいたします。